アルゼンチナ丸は、かつて、大阪商船及び商船三井客船が所有し、運航していた、貨客船。大阪商船所属の初代は、アルゼンチナ丸旧貨客船のネームシップとして、西回り南米航路に就航して、移民輸送に活躍するも、太平洋戦争中に特設運送船を経て空母に、改装され、空母、海拓となった。 第二次世界大戦後に就航した大阪商船及び商船三井客船所属の二代目も南米への移民輸送に活躍した。なお、初代の説明のうち建造の背景や技術的な面などの説明についてはアルゼンチナ、丸9カ客船の項に譲り、本校では基本的には説明しない。初代、アルゼンチナ丸は三菱長崎造船所で1938年2月5日に 飛行し12月9日に浸水1939年5月31日に竣航した。日本において1万トン超の価客船が建造され、竣航するのは1930年11月24日、竣航の平安丸以来約8年半ぶりであった。6月11日に神戸港に開港されて、調度品の積み込みを行い6月17日に、 芝浦に開港されて23日までお披露目が行われ、7月3日から6日までは神戸港でもお披露目が行われた。芝浦と神戸でのお披露目の来賓には、高松の宮信人親王や、北白川の宮永久王といった皇族、この江文丸、荒木貞夫、平賀譲るなど、軍民の名手をはじめ、学生などおよそ10万名が招待され見学した。 大阪商船社長の村田昭蔵はこの時のスピーチで、戦時において役立つ船であることが、本船の果たすべき、第一の使命、そして、第二が、外国貿易の担い手としての役目、第三が、貿易外収入の稼ぎ手としての役割と述べた。大阪商船出身の開示資屋である、野間久氏は、 村田のスピーチの本音は逆であっただろうとするが、社長が公然と期待した通りの順序で活躍することになる。アルゼンチナマルの装飾設計は、一等喫煙室は松田軍平、一等ラウンジは中村淳平、一等食堂及び小食堂は村野東吾がそれぞれ担当し、その他は高島屋と三菱長崎造船所が担当した。特別室はそれぞれ富士の間、 桜の間、武士の間と名付けられ、富士の間には相馬きへの壁が、桜の間には壁面に、桜の造眼が施され、武士の間の壁面は、椿と靴輪の造眼模様で飾られた。体育室には、アンバやバーベルが用意され、一等ベランダに置かれた、椅子には、パイプ椅子が採用された。国策豪華船とも呼ばれた豪華さを誇ったが、エントランスと喫煙室の間に、 幅の広い階段を設置したことのみは、振動が激しかったため成功とは言えず、五国補強工事が行われることとなった。公開中の一等戦客向けの催し物もいろいろ用意され、アメリカ価客格線、ウルグアイのプログラムを参考にした以下の出し物があった。このほか、日本発着の海外価客船に料理人を実習のため乗り組ませたり、キャビンボーイに美少年を選襟すぐって採用するなど、 本来の主客であるイミニ城に外国人観光客を呼び込むためのサービスを充実させた。昭和14年7月11日15時、アルゼンチナ丸は横浜港を出港して諸女公会の都に着く。ところが、この諸女公会からしてアルゼンチナ丸の前途は祝福されたものとは言えなかった。8月10日午前にケープタウン沖に到着して、 入港許可を待ったがすぐに出ず、防波堤の外で太陽のうねりにさらされながら待機させられた。クリストバル機工時には、現地の公安労働者が対日環状の悪化で、二役作業をボイコットし、乗組員自らが二役を行う羽目となった。しかし、この公開中最大の事件は9月のナチスドイツのポーランド侵攻による第二次世界大戦勃発であった。勃発当時、 アルゼンチナ丸は、ブエノスアイレスに停泊中であったが、直ちに潜伏に日の丸を描き入れて、中立を明らかにし、緊急避難やルート変更の可能性もはらみつつ、ブエノスアイレスを出港。パナマ運河通過時には打破された場合に備えて、乗組員は元より実習生にもピストルを持たせ、非常手段として運河を破壊突破する方法すら検討された。これらマイナスな出来事は、 当時の日本の新聞では伝えられず、代わりに伝えられたのは、アルゼンチンのロベルト・マリア・オルティス大統領及び、ウルグアイのアルフレド・バルドミール大統領らに、村田からの親善人形が送られたこと、南アメリカ各地でもお披露目が行われ歓迎されたこと、アルゼンチナ丸に乗船していたとノール歌手、藤原義恵が、ブエノスアイレスでも、ロサンゼルスでも、世界一周飛行の、 日本を称たたえていたと語ったことなどであった。なお、最初の公開日程は以下の通りであった。このように最初の公開において36日と3ヶ月で世界一周を行ったアルゼンチナマルではあったが、世界情勢の緊迫化によって1940年7月に4公開目の世界一周を終えた時点で西回り南米航路は閉じられ、 アルゼンチナマルは11月以降は大阪大連線に移された。しかし、大連航路での活躍も9ヶ月ほどで終わりを告げた。1941年9月29日、アルゼンチナマルは日本海軍に徴用される。当初は一般徴用船として、トラック諸島、サイパン島、クエゼリン干渉などへの輸送任務に従事する。1942年5月1日付で、 特設運送船となって、連合艦隊に付属され、暮れ海軍交渉で12センチ砲2門と7.7ミリ、機銃2機の装備をはじめとする偽装工事を受ける。ご定白中、アルゼンチナ丸に、第二連合特別陸戦隊司令官、大田実大佐がやってきて、アルゼンチナ丸が今後投入される作戦についての説明を行った。アルゼンチナ丸の任務は、ブラ心丸と共に、 クレ第5特別陸戦隊を乗船させ、ミッドウェイ島まで移送することであった。特別陸戦隊員816名を乗せたアルゼンチナ丸は、特設巡洋艦、キヨスミ丸などと共に5月15日にクレを出撃して5月20日にサイパン島に到着する。各種訓練を行った後攻略部隊を編成し、5月28日に第2水雷戦隊などの護衛のもとに、 サイパン島を出撃して、一路ミッドウェイ島に向かう。しかし、攻略部隊は6月4日になって B-17 や、プビーカタリナの雷爆撃を受け、その攻撃は、戦団中の最豪火戦にしてかつ比較的交尾に、占いくらいせる、アルゼンチナ丸を目標にしたかのようであった。アルゼンチナ丸は固有の機銃2機に加えて、陸戦隊の機銃12機の火星を得て、 航空機を撃退した。ただ、撃退したとはいえ、後の戦訓初見では、7ト、mm、ル7機銃破隊員とそれの高価な飢が女子と、対空火器の貧弱さを指摘し、ぜひともなんとかの工作を、接して対空射程4、5 0 0 0ル程度を、有、する相当有力なる火器を、セールベクタ数装備せられんことを持ちむと、戦闘商法は締めくくっている。翌6月5日、 ミッドウェー海戦が正規して第一航空艦隊が壊滅し、作戦が中止になったため攻略部隊も反転せざるを得なかった。6月13日、アルゼンチナマルは大宮島に帰島。6月28日から水上規模艦、チヨダと共にキスカ島への輸送に従事。アルゼンチナマルは第二連合特別陸戦隊からの増強部隊や火器、弾薬、食料、 石炭などを運んだ。二隻は、駆逐艦、あられ、霞、白縫いと共に6月28日に、横須賀を出港し、7月5日に、キスカ港に入港。アルゼンチナマルは7月10日に、キスカを離れ、15日に、横須賀に帰着した。8月1日に連合艦隊付属から離れた、アルゼンチナマルは、湘南、マカッサル、スラガヤ方面への輸送任務を行う。 10月に高尾へ予備学生を輸送した後、空母回送のため12月10日付で日本海軍に買収された。回送の際、搭載していたディーゼル機関のままでは、速力が不足したので、タービン機関に換装されることとなり、陸揚げしたディーゼル機関は1機が川崎型輸送船最終船の被災丸に搭載された。もう1機は10月24日に米戦トリガーの来撃により、 日照丸の機関が大破し、復旧不能と判断されたため、代わりの機関として搭載された。空母改装以降については、書いたかの項目を参照されたい。第二次世界大戦後の日本の造船業界は1947年から始まった計画造船の下で再建が進み、一方の海運業界も GHQ の許可という政権がありながらも、 徐々にではあるが外交航路が復活していった。1952年4月28日のサンフランシスコ航和条約発行後、大阪商船は南米航路過客船の復活を策して、第8次計画造船でサントスマルを建造。しかし、キャバシティ面では本格的な過客船とは言えず、1五十四年の第九次後期計画造船でブラジルガンを建造して、 本格的な移住客客船体の復活とした。この二代目、ブラジルガンの姉妹船として計画されたのが、同じく二代目のアルゼンチナマルである。二代目、アルゼンチナマルは1957年10月11日に、三菱神戸造船所で起港し1958年2月8日に、浸水、4月30日に竣工した。ブラジルガンの姉妹船として計画されたが、 用目の面では大きく変更された面がある。最大の変更は、期間で、ブラジルガンまでのディーゼル機関ではなく、タービン機関を採用したことである。温度丸急価客船以来、大阪商船は一部の例外を除いて、経済性に勝るディーゼル機関を積極的に採用していた。アルゼンチナ丸は、大連航路用価客船に予定していた、筑士丸以来のタービン価客船であった。 煙突は高くなり、外観上の特徴となった。1958年5月、アルゼンチナマルは、ドミニカ移民174名、ブラジル移民540名、パラグアイ移民134名及びその他乗客224名を乗せて、神戸港を出港し、諸女公海の都に着く。就航から半年後の1958年11月からは、ホノルルへの寄港を開始し、 当時の皇太子や高松の宮夫妻、島津高子7月30日乗船といった VIP の乗船もあった。しかし、大阪商船の花形航路の一つでもあった南米航路はアルゼンチナマル就航の翌1959年以降は日本において高度経済成長期に差し掛かったことや受け入国側の状況の変化とそれに伴う移民の数の減少などで、 水体の一途をたどる。それに加え、運行コストのかかるタービン機関を搭載し、第二次中東戦争によって戦火がブラジルン建造時より3割も高騰していた時期に建造されたアルゼンチナ丸の存在そのものが水体に追い打ちをかける形となった。高額の処刑支出があったにもかかわらず、運賃引上げが実現できず、1959年以降は、 移住船運航費補助金交付要項と貨物部門の好調によって、過労う手航路が維持されていたが、折からの海運集約との関係もあって、運輸省から移住船部門を切り離して、新会社を設立するよう催促される。このような経緯から1963年に日本移住船が設立され、アルゼンチナ丸を含む5隻の移住船は新会社に、 移籍した上で大阪商船の裸要船として南米航路に就航し続けた。ところが、1964年の東京オリンピックを過ぎると移民の体調は一層大きくなって年間鮮明を下回るようになり、アルゼンチナ丸の選客定員は1965年以降半減され、公開回数も年3回と削減された。運航形態そのものも、 クルーズ客船の走りのような感じとなって、移民から大きく離れていくこととなったが依然として、収入は上がらず、親会社の大阪商船、三井船舶に要船に出されて、船客スペースのみを商船三井客船が販売するというありさまであった。1972年、アルゼンチナ丸は、日本岸と改名して引き続き、クルーズ客船として運航され、1976年12月10日に、 売却されて、台湾に開港され、高尾で解体された。大連航路と台湾航路就航船は、燃料炭の産地が近く、かつ安く入手できたためタービン機関を採用していた。当時は、島津久長と結婚して4ヶ月ばかりの頃、ありがとうございます。